僕の名前はたわし、35歳、元売れないお笑い芸人。31歳からの東大受験、5度失敗、人生敗北続き、敗北の味を知りすぎた男。この日は昨年から継続している早朝のお弁当屋さんのバイト終わりに食材を買って帰宅。先輩からチケットが2枚あるから一緒にどうかと誘いをいただいたため、夕方からは久しぶりのサッカー観戦に行くことになっています。しかし私は月収14万のフリーターの身分。スタジアムで飲食物を買うと割高になってしまうので、お弁当を作っていこうと思います。調理前ですが、朝のアルバイトですでに火傷してしまっています。そんな状況ですが、今回は自宅では初めての揚げ物に挑戦していこうと思います。まずジップロックに鶏肉を投入し、醤油、酒、生姜、ニンニクを入れて揉み込んでなじませていく。こちらを冷蔵庫で少し寝かせておきます。その間に2品目を作っていきます。まずピーマンを細切り、長ネギは斜めに切って、人参は皮を剥いてから短冊状に切っていきます。フライパンに油を敷いて、人参とピーマンを炒めます。塩コショウをして、長ネギも投入。ここで前に使って余っていた3玉入りのうどん1袋を入れて、水を少し垂らしほぐしていきます。顆粒だしを入れて、最後に醤油を回し入れ、少し炒めたら完成です。お次は卵を3つ丼に割り入れて、塩を振り、顆粒だしを入れ、砂糖、薄口醤油を入れたいのですが、ないので普通の醤油を少し入れ、かき混ぜます。ついに購入した卵焼き器にキッチンペーパーで油を敷いて、溶き卵を入れていきます。だし巻き卵を作りたい。菜箸を購入しておいてよかった。何かとやはり便利です。最近は料理をする機会も増え、料理道具もコツコツ買い揃え充実してきました。ただ調理器具が増えるのに伴い、キッチンの狭さが目立つようになってきました。お金を貯めてキッチンの広い部屋に引っ越したい、そんな気持ちも芽生えてきました。さて卵焼きですが、形としては上出来ではないでしょうか。あとは一口大に切っていきます。ここでキャベツをせっかく購入したのに焼きうどんに入れ忘れていたことに気づく。気を取り直して唐揚げの調理に移っていきます。先ほど寝かせておいた鶏むね肉と片栗粉をまぶしていきます。続いてこのために購入した鍋に油を注いで加熱していこうと思ったのですが、鍋が IH 対応でないことに気づく。確かこの家に引っ越してきて最初にフライパンを買った時もこのミスを犯してしまったような気がします。仕方がないので油をフライパンに移し替えます。水切りが甘かったからでしょうか、油がはじけ飛びます。
やけどしないように恐る恐る片栗粉にまぶした鶏もも肉を揚げていきます。菜箸を買っておいてよかった。3分くらい経ったら一度鶏肉をキッチンペーパーの上に上げておきます。カリッとさせたいので二度揚げをしていきます。人生で初めて作った唐揚げの完成。やはり揚げたてが美味しそうだったので一口食べてみました。カリッとしていてとてもしょっぱくてまずい。焼きうどんはキャベツを入れ忘れましたが、最後に鰹節を振っていい感じに仕上がりました。卵焼きは味見をしていませんが見た目的には美味しそうです。そして激しょっぱ唐揚げ、こちらが今晩のサッカー観戦のお供となります。試合は19時キックオフ予定ですが、まだ明るいうちに少し早めに家を出ます。先輩とスタジアムの最寄り駅で合流し、一緒に歩いて向かいます。久しぶりのサッカー観戦ということでワクワクしてきました。まだ時間はだいぶ早かったのですが、ユニフォームを着たサポーターの姿もちらほら見受けられ、雰囲気が出てきました。10分ほど歩いてついにスタジアムに到着です。席はバックスタンド良い席です。ホームゲームのサポーターがすでにスタジアムにはたくさん詰めかけていました。スタジアムの前には予想通り魅力的な屋台がたくさん軒を連ねていました。基本的には今日は眺めるだけです。しかしありがたいことに先輩にビールをおごっていただきました。そしてスタジアム入場、サッカー専用スタジアム、しかも席もかなり前の方だったのでピッチが近い。ビールがぬるくならないうちに乾杯。開放的な空間で飲むビールはうまい。ここで作ってきたお弁当をいただいていこうと思います。まずは焼きうどん。醤油に和風だしのさっぱりとしたうまさ、ビールが進みます。早くも完食。続いては唐揚げとだし巻き卵。唐揚げはやはり味がかなり濃い。先輩も一口でギブアップしていました。ビールで流し込みます。厚焼き卵はどうでしょうか。味がちょっと薄かったですが、まあ可もなく不可もなくといったところです。
先輩に世紀の唐揚げを買っていただきました。同じ唐揚げなのに何がこうも違うのか。試合開始の時刻が迫り、公園にも熱が帯びてきました。選手が練習を開始しました。辺りがうっすら暗くなってきた頃、試合開始。知っている選手はいなかったのですが、ピッチが近いこともあり、間近で迫力のある J リーガーのプレーを見ることができたため、かつてサッカー少年だった敗北者は十分に楽しむことができました。試合の方はホームの柏レイソルが先制点を挙げ、盛り上がってきました。ハーフタイムにトイレに向かったのですが、その時アクシデントが発生、チケットをなくしてしまいました。またやってしまった。ポケットに入れておいたはずなのですが、気づいたらなくなっていました。スタッフの方に事情を説明して何とか入れていただきましたが、後半開始10分ぐらいは見ることができませんでした。試合は1対1の引き分けでした。アルバイト中のやけどに始まり、サッカー観戦中のチケット紛失に終わる。振り返れば細かいミスの多い一日でした。しかしそのようなミスはいつものこと。自分なりにしっかり久しぶりのサッカー観戦を楽しむことができたことに満足して、敗北者の一日が終わる。